あとニートのチャーシュ回 3,4P 取ってきますね。先ほどから1,4,2,3 のコートが多くてなんでだろうって感じなんですけど、まあそういうところ意識大事ですね。大事ですよね。特に視点がないんだったら取ると。まあそうですね、やっぱピッチさんがリュカでレオパレスさんがアルカリオですね。はい、ただしなーにゃんにゃんこわんこなんだしていく。おーっと、それは禁止だぞ。まさかね。まず禁止ですね。これスタートボタンを押した瞬間まず負け確定ですね、うん、あれこれ一戦終わりなのか試合敗退なのか、まあどうなんでしょうね。そこはやっぱルールに書いてないんで。確かに、まあ、やってみればいいんじゃないですか。スタッフの判断を置いてみれば。なるほどね。だ僕にはそんな勇気ないですけど負けてしまうんでさあ先ほど太平田駒麦ちゃんに見られた闇のチーム対アプリンですかね。やはり火力で押し切ってしまうみたいな。これ闇のチームと闇のチームってこと。ただこれ眠るを外したらルカリアもやばいですよ、まあ、大事件起きますね。まあ 30%、20% でしょう。アプリン こんなんやられて、はい、もうこの手をバーンと出されたり手を上に上げられたらもうおしまいでしょう楽しみですね。まあニエトの精度が試される。そうですね、で前回あれなんですね、若干眠るの精度が悪かったのも、はいはいはい、結構範囲の一つに上げてたんで本人も。まあこのなるほど、じゃあしっかり練習してきたんでしょうね。はい、さっき本人に聞いたら俺の調子次第って言ってました。なるほど。だからまあ逆に言えば自信はあるとは言い切れない。はいはい、ニエトのらしくない回答でしたね。これはどうでしょうね。まあ民のみぞ知る。どちらが勝つか。個人的なんですけどプリンがちょっとリュカリオの空中後ろとか空中上とかどっかで当たってしまって死ぬようなビジョンが見えるんですけど、うん、ありえますね。ちょっと空中前とかそういう技を振ろうとしたところにバンって当てられて、ありえますね。死にそうなイメージは見えますが、どうでしょうね。ステージを選択、まあ大体終点化するままにあるんですけどね。まあそうでしょうね。まあ、特にやはりベニーの指示が見せたようにシンクがいると横このままね倒しきる可能性があるので、できればスマムラを選びたいのかなとは思います。カリオ40分ぐらいしましたね。はい、あとはプリンの撃墜力を上げるためにちょっとで負けるためにスマムラ回しとかですか。はいはい、ステージはやはりスマムラ、まあ、やはりこうなりましたかって感じでしたね、はい、まあ当然みたいな、はい、さあ始めていきましょう。ピノパレス対犬猫、ニエトマニャンコ対ピノレオパレス。投げからの連携しっかりバッチリ決めて、おっとルカリオがそろそろ怪しいパーセントになってきた。上投げ読み合いをしていくが、さあこの空中ベクトル変反転、ね、おっとレバーガチャ押してしまう。今ちょっとそうですね、今かなりレバーガチャですね。プリンが落ちてしまってましたね、はい、多分まあ次からやらないでしょう、はい、こんなことは本気でレバーガチャしないと本当にやばいですね、はい、さあ次はやっぱりさっき言った通りリュカは1速ぐらい落としておきたいっていうそこでしょ。おっと寝ていくギリギリ回しのないか。やはり回復には回復しきる前に殺すみたいな感じですね。やはり大事ですね、はい、もうリュカは死ぬんじゃないですか。殺したいですね。まあ両方でしょうね。ルカリオも危険なんで、はい、なんとか当てたいですよね。まあ一人で眠るやったら多分死んじゃうんで、なんか二人の時にやったらそうですね。おっと味方に当てしまって若干気まずいが、前回避からの弱暴れていってやはり判定は止めにくいですね。やはり回復量半端ないですね、はい、ゼロここまでは仕方ないといったところでしょうか、はい、互いに焦らない。そうですね、ルカリオが怖いぞ。寝ていく。まあダメージ稼ぐの大事ですからね。そうですね、ダメージでかいですからね、はい、こらちゃんと助けてくれる保証助けてくれるとも、もう信じてるんでしょうね。そうですね、前投げでギリギリ、これはなんとか引き離したいがと、うまいジャクジャク空白強いですね。おっと発生保証、これはもうルカリオの波動がものすごくなりますよ、はい、これはニエトロがどんどん、はい、リュカに読み合いを仕掛けていく。危ないぞ、はい、やはり回復10%回復してんの、すごいぞ。いやあれなんか眠ら当たんないって判断した後でも空中後ろ普通に当たるんです。これは回避を見ていた、回避
うまく当たら、うまく合わせなかった感じですね。いやかなり今うさんくさかったですね、はい、ちょっとリュカの横移動が高かったですね、はい、やはり後ろ投げ非常にウッド足が高い。なんとかあの化け物を止めたい。危険ですよ、 18% なのになんかやばいっすね。もうもうすごいですよこれは。プリンがただバースト拒否、バースト拒否、激水拒否しっかりできてるんで、これ、ね、眠らせたらやばいじゃないですか、これルカリオ。なんとかやばい技当たらないように注意していきたいところが、これは、おっと、後ろ投げ分断を選択。これはおっと、波動弾が助けになった。危ないぞ、しっかり打っていく。しっかり精度高いですね、高いですね、今回は。まあ、反省しただけあってかなりの精度誇りますよ。ピノパレスなんとか追いついていきたい。ルカリオのパワーでシークをまずはぶっ壊したいか。まだ全然、ね、まだ全然いきますね。ちょっとまだプリンシーが勝ってるぐらいですかね。そうですね、まあまあまあ、これは危ない危ない。あっとこれがこの下飛びすぎ、これはもう揺るがないでしょう。そうですね、4ストック対1ストックでは非常に厳しいですね。これはやばいですね。プリンが眠るのを味方に当てる、Cが空下で落ちるぐらいの多分厳しいでしょう。プリンが結構なんか前衛的ですね。おっとこれは強い、おっと非常に強いマッチだ。これ強くないですか。これはすごいですね、これすごいですね、これは、はい、多分もう無理でしょう。しっかり出ていく、ダメージが高いですね。もの、あった、近すぎたか。今なんか回避待ってるみたいな、なんかあっと今、はい、眠ったら危ないと判断してちゃんと技を出しましたね。当たんなそうな雰囲気、はい、これは復帰阻止が逃げたもの、うまい、しっかり。やはり分かっている、やはり眠りの火力がものすごいですね。そうですね、ヒット率高かったですね、はい、今回は回復する前にもうぶっ殺してやるみたいな感じでした、はい、あと当たったダメージ自慢してたんでしょうね。そうですね、多分俺はこんなに眠ってやったぞと、はい、さあ対するルカリオはそうですね、やっぱり捕まれないことですかね。そうですね、それだけですね。シークに捕まれない、はい、プリンに回避を読まれない、はい、プリンと台湾作ったのが全然当たんないですからね。シークに捕まれた方がよっぽど当たりますよ。そしてプリンに自由な状況を作らせてシークに捕まれたらもうかなり危ないんで、はい、そうですね、それをなんとも後押ししたい感じですかね。プリン6 すごいですね、うん、さあステージ困っているか。今なんか向こうの対戦をちらっと見てたんですけど、はい、ちょっとパーセント高めのプリンに対してディリーコングがこう歩いてずっとこんなことやって、はい、パン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 やって、まあやりますよ、強いんですから、すごい楽しそうだな歩きした今日ばかりみたいな。これは何に困ってるんでしょうね。ステージですかね、なんか話し合ってる感じはありますね、はい。さあステージは決まった模様。戦場、戦場選択。これは刺して出るか、スコード出るか、どちらだ。何かしら策があるのか。さあ2本目、同じカード。さあ美味しい。なんかゲームも下がった。そうですね、少しゲームを申した感じがしますね。投げられずと、レバーガッチャちょっと遅いですね、多分。そうですね、経過したいんですかね。もうルカリオまずいパーセント。そう、まあ死にますよね、はい、さあプリンがいないぞ。さあまだプリンの就寝時間が近づいてまいりましたね。近づいてきましたね。これは
結構前に判定があって結構止められないんですよね、あれ、はい、針でも なかなか厳しいんですよ。もっと下投げ、はい、若干今投げ噛み合わなかったですね、相方と掴んだ、これはこれはと噛めない、危ないぞ、危ない、しっかり2段で止めましたね、偉いですね、はい、ほらプリンが動けない、副将棋は作れているぞ、できるか、うまい、しっかり空中後ろ撃墜、この眠る以外でも撃墜できるってかなり惜しいですね。そうですね、さあ、よくよくガード固めていってだーとなしじゃない、ルカリオのパーセントが低すぎましたね、はい、空後ろしっかりとジャストシールド掴みで、これはなんとか助ける、ほんと早いですね、これはまた就寝時間が近づきましたよ、これかなり近いですね、はい、まあどっちに寝るのかっていうそういう話になってきますね。そうですね、まずニャンコシークが何を掴むかって話になってきますよ、はい、あとこれは中に合わせようとしたが、まあもう115度は C かなみたいな感じでやったんですかね、全然ありますよ、おっとこれ死ぬんですよね、弾丸が飛んでくる、強いですよ、はい、強いですね、はい、さあリュカがまだ元気だぞ、これはリード、おっと2対1で来てしまって若干辛いか、これはと眠れるか、眠っていく、しっかり殺していく、いやープリンのパーセント、おやったぶっ壊れて、これがやはりちょっとこれがあったかいルカリオですね、はい、今すごい飛びましたね、すごかったですね、普通にびっくりしました。さあルカリオが生きてる限りは安心できない、ストック的にはね、まあ、2-1で面白い、そうですね、はい、だがプリン、これもう死ぬんじゃないですか、なんか波動弾からありますおっと、ウエスマッシュ強気、まだ死なない、波動弾からウエスマッシュが食らうようなものならもう死んでしまいますよ、しっかり寝れるか、しっかりルカリオしっかり助けましたね、はい、うまいですよ、もっと今回復をイメージしていたからルカリオが、あとこれはこれはとやはり下投げしっかり反応しましたね、今そうですね、前投げかどうか分かんねえみたいな感じでしたけど、おっと反転空白で着地する、ディエがギリギリ、これは美味しいぞ、ユカの方がさっきすごく減る、結構珍しい展開ですね、ですね、やっぱり眠るの火力がすごいですね、あっとうまい、しっかりと上に行ったところにゃんこしく待ち構えてみましたね、リュカが若干意識してできてなかったですかね、今のルカリ、あっとこれは寝れるか、これ危ない、しっかりカットしていく、これは寝れない、おっとお互いに、これはリュカがまずはちょっとリュカ回復したいところですね、そうですね、だから許さないとばかり粘着してますね、これはあとおっと回復ミスしてしまって、これはまずいでないか、お互いに外に入れてしまって厳しいぞ、これはさあどうする、さああっとちょっと先ほどから回復ミスが目立ちますね、そうですね、ここで回復してしまうとちょっと吹っ飛んでしまうのでかなり危ない状況になってますね、そうですよね、着地狩りになっちゃうんです、あったあったギリギリ味方を撃墜するところがあった、ジャンプを読んでジャンプアートの出すか、当たらず、あとさあこれはもう眠りを当てる必要はないと、ね、分断して2人で倒す、おっとこれはギリギリ、あこれは掴みしてしまって眠るか、眠っていくと、これがプリンチークの火力、これ強いですね、そうですね、回復をものともしない、はい、圧倒的な撃墜力、回復にはもう撃墜だと、ヤンバガルの撃墜力でしたね、そうですね、50パー未満でなくなっちゃいますもんね、ストック、はい、強力でしたね、眠る強力ですね、はい、というところで勝利したのは犬猫にゃんこニエトの、ピノレオパレス